皆さんこんにちは、はるです。本当は、綺麗にしてから、動画撮ろうかと思ったんですけれども、綺麗にするまで私の場合、かなり、厚く塗んなきゃならないので時間がかかるので、もういいやと、今そこにジムニー君がありますけれども、今ですねすごいところに来ています。すごくもないのか、昔、徹子だった私、そんなことじゃないんだ、女性ホルモンだ昨日行ってきました。で、昨日土曜日行ってきて、それで今度ゴールデンウィーク入っちゃうので、今度は明けの7日ですね。で、別に、ペラニンデポ、10ミリグラム打ってきて、今まで通りの、ジョホルでしたね。はい。ただ一つ気になったのは、看護師さんによって、打った後お尻をこうもみもみしてくれる看護師さんと、何もしない看護師さんがいるんですけれども、どちらが本当なんでしょうかね。揉むのがいいのか揉まないのがいいのか、はい。久々のちょっと野外撮影なんで、そこに綺麗になったジムニー君がありますけれども、綺麗でしょ、綺麗でしょ、この角度が綺麗よねここはね、それで今言いますけれども、なかなかいいとこなんです。もうすぐその秘密がわかります。こんなとこなんです今ちょっとこっちのもう一個の出口の方を移動したんですけど、間近で新幹線が見れるすごいですねということで、私はこれから、ご飯も食べたんで帰りたいと思います。